届いたよ。トライアングル型スケボー、ウグルボード。楽天で購入した。ちょうどスーパーセール期間中だったので、お安く買えた。定価だったら、まず注文しなかったかも。でね、これ、自分で組み立てるのね。ボード、と、ベアリング、と、ウィールがセットされてるキャスター、を六角レンチでボードに取り付けるだけ。本当に簡単な作業。ただね、セット済みのキャスター、ウィールの周りが悪い。締め付けを緩めてウィール回してみると、信じられないことにネジがほどけてくる。ネジが緩まないように締め付けると、今度はウィールの回転がスムーズに回らなくなる。後日、ワッシャーを買ってきて試そうと思っている。あと、トッププレートを裏から止めているネジが数箇所緩んでたのでマシ締めしたのと、1箇所だけど組み立て時の締め付けトルクが強すぎたのか、プラ側のネジ山が潰れて空回りするのがあった、ハズレの製品が届いたのかも。中国製なので品質のばらつきが多いのだろう。届いた状態で遊ぶのもいいけど、安全確認のためチェックするといいと思います。自分で改良の手を入れる楽しみがあると考えると、これはこれでいいのかもしれない。トライアングル型スケボー、ウグルボード、ヤフー、アマゾン、楽天で、どの取扱店舗も、日本国内での販売価格は10,000円だけど、楽天のスーパーセールを利用すると、8,800円送料込み、概要欄に URL 貼ります。